言った気でございます。もう祝寿、今度何へ自分のお誕生日が来れば95歳になります。一つ幅読んでるぞ。一人もんで一人でずっと生活してきました。どうにかまあ生きています。寂しさんに皆さんにお目にかかれ本当に嬉しゅうございます。いつまでもこの会が立派に盛んに続けていただけることを心からお願い申し上げます。もうね、男の生徒もあると思うんですけど来てないんかな。いや、これは応援の会やがよ。応援やね、応援会、当院ちゃうで。もうね、応援も当院も同じ声で、うん、そう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 、まあ、すまんな。こういう言い方は失礼で悪いんですけど楽しかったんです、はい、授業するとき谷が厳しい境地でしたけど男には男はいめるっちゅうんじゃない、まあしっかり頑張れ頑張れでやれたんで楽しかったんです。今日は本当にこういういい会にお招きいただきまして嬉しゅうございます。ありがとうございました。先生、皆さんと一緒にミガカズバ歌いましょうか。ミガカズバ。何？ミガカズバよ。ミガ。はいはい。ミガ。